後半戦は広島大学のキックオフで試合再開となります。広島大学キックオフキッカーは73番の川上、高梨高校出身の3回生。さあ山口大地ターンに入った。山口大学陣33ヤード付近からの攻撃と変わります。山口大学リターン99番伊藤選手のリターン。山口大学自陣30ヤード付近にファーストダウンです。山口大学自陣33ヤードからファーストダウン10。さあまずオプションプレーのピッチを受けましたランニング枠99番左オープンを展開、約8ヤードのゲインとしています。山口大学ランニングバックキャリア99番はウコン、山口高校出身の2回生。セカンドダウン残り2ヤードです。ここでクォーターバック4番ロングパス、意表をスクワーに追ってきましてワイドレシーバー、これを88番キャッチしまして大きく山口大学ファースター素晴らしいパス投じました。クォーターバック4番は中田、宮古高校出身の4回生。取りましたワイドレシーバー88番の声は1回生ら素晴らしい活躍を見せています。ファーストダウン残り10ヤードです。山口大学ファーストダウン10。ナイスキャッチ、ナイスダウン。ワイドレシーバー4番ピッチパスをキャッチアンドラン、味方広島大これをチャージして潰そうとしましたが、これを見事にかわしまして約7ヤードのゲイン。14番中山選手へのパスは成功。ワイドレシーバー14番は中山、広島城北高校出身の2回生。ここでランプレーを投入、ナニバック99番タックル受けながら見事なスピンを見せまして中央切れ込んでそのままエンドゾーン走り込んでタッチャー。山口大学6点獲得。さあしかしここで反則が発生しています。アスネットマンライコンダルト99番
10枚のフラッグはキックオフの際に課します。アンスポーツマンライフコンダクト、スポーツマンにふさわしくないプレーがあったという判断です。先ほどタッチアウトの際に喜びのあまりボールを宙に放り上げました。この行為が相手を侮辱する行為としてみなされまして、アンスポーツマンライフコンダクトを取られました。この反則はキックオフの際に施行されます。従いましてトライフォーポイントは通常通り行われます。タッチアウトは有効です。従いまして得点6点入っております。キック成功、1点追加。山口大学20点、広島大学17点、山口大逆転しまして3点リードとなっております。後半最初のシリーズ、山口大学見事に得点に結びつけ、状況をひっくり返す形に成功しました。さあ今度は広島大学はその状況をさらに転じようとする攻撃に入ります。山口大学アンスポーツコンタクトです。キックオフで失礼しました。キックオフで15ヤード爆体です。山口大学キックオフ。さあリターンに入った広島大。ギリギリまでボールが外に出るかという判断でしたが、その遅れの分リターンは自陣25ヤード位置にとどまっています。現在負傷者が発生したためレフェリータイムアウトが入っています。先ほどのプレーリターンチーム側に背後からの不正なブロックがありました。ボールを持っているチームは相手選手を後ろから当たってはいけません。この反則は危険な行為となり10ヤード抜体という形になります。リターンして止まった位置から10ヤード抜体し、その位置からの攻撃という形に変わります。背後よりブロックしたため反則が取られました。これにより広島大学自陣12ヤードからの攻撃となります。広島大ファーストダウン10。さあここまで力強いランプレー、ナイスラン、ファースト。広島大学ランニングバック、ここでランプレーを投じました。広島大学キャリア1番中央密集点つきながら味方ブロッカーの力も借りまして攻撃権更新です。広島大学ファースト。広島大自陣23ヤードからの攻撃、ファーストアンテ。ファーストダウン残り10ヤードです。さあ今度はスピードで外をマクロードしました1番。しかしこれは山口大学もカバーしています。ですが結果的に見事なステップワークで約4ヤードのゲインとしました。セカンドダウン残り5ヤードです。広島大学セカンドダウン6、ボールオンは自陣27ヤード。
プレイファッサー、今度は右へのオプションプレイ、右に展開したランニングバックにピッチしまして、21番右オープンを展開し攻撃権更新です。広島大学ファッサー、素晴らしいランを見せましたのは今度は広島大学の21番の湯江、佐賀西高校出身の2回生。広島大学自陣36ヤードまで返しましてのファーストダウン10。さあ左側にレシーバーを固めるバンチフォーメーションを取っています。さあその手薄な右側をついたランニーバック31番、ハンドオフを託されまして右オープンを展開、約6ヤードのゲイン。31番は辻村、虎姫高校出身の1回生。セカンドダウン残り4ヤードです。広島大学セカンドダウン4、ボールオンは自陣42ヤード、失礼しました、41ヤードに訂正します。今度は中央へのランプレー、しかしこれは山口大学止めた。ランプレーによりさらなる前進を図りました。キャリアは1番でしたが、これは山口大学71番見事に踏ん張りまして、このランプレーを阻止しています。ここで負傷者が発生したためレフリータイムアウトが入っています。見事な対応をしましたのは山口大学71番の秋永、宮古高校出身の4回生です。チャット内の多くの方々のメッセージありがとうございます。先ほどからビッグプレー応酬する素晴らしい後半戦が始まっております。ぜひ選手たちにその熱意が伝わるよう応援メッセージをお願いいたします。さあ試合再開です。広島大学サーダウン2、さあ中央でなくて判定はどうか、攻撃権更新になっておりません。フォースダウンと変わります。広島大学ランニングバック1番吉村選手、中央つきました。ここでウォーターブレイクが入ります。ウォーターブレイクです。この試合では選手の安全のため各クォーター約半分経過の際にウォーターブレイクを設けています。さあここで第3クォーターのウォーターブレイクに入りました。まだ後半始まったばかりですが、双方とも凄まじい攻防戦、前半同様に続いております。ラボ森下様、メッセージありがとうございます。選手の名前をしっかり伝えてくれて嬉しいというメッセージですが、なかなか実況しながらですので、その読み違いおよび校名の校名が私も分からずに発生させていただいている点があり、失礼しているかもしれません。できる限り正確な形でお伝えできればと思っております。さあウォーターブレイク解けました。試合再開、広島大学フォースダウン2。フォーメーションはパントフォーメーションを取ります。このパントは
山口大学陣36ヤード付近で外で出まして攻守交代となります。松岡選手の担当攻守交代して山口大学攻守交代して山口大学自陣36ヤード付近からファーストダウンです。さあ広島ラインの攻撃をしのぎました山口大学、自陣36ヤード失礼しました自陣37ヤードからの攻撃に入ります。山口大学ファーストダウン10。成功。クォーターバック左に展開したレシーバーにパスを投じましたがこれを広島大学ディフェンスがチップしました。しかしこれをワイドレシーバー見事に対応しましてこのパスをキャッチ、結果的に約2ヤードのゲインと変えています。小山選手へのパスは成功。セカンドダウン残り1ヤードです。取りましたのは山口大学ワイドレシーバー88番の小山でした。1年生が素晴らしいプレーをここで見せております。山口大学セカンドダウン8。ラニバック99番中央突破を展開、タックルされ潰されかけましたが見事な粘りで約3ヤードゲイン、2ヤードゲインに変えています。ラニバックウコン苦しい状況でもその地上戦を託された責任を果たさんと素晴らしいプレーを展開しています。山口大学サウダン6、ボールオンは自陣40ヤード。これは広島大ナイスタック。ここで山口大学はドロープレーを展開しました。意表をつくようにパスをと見せかけたランプレー展開しようとしました。攻撃権更新至らんとするところでしたがそこで広島大58番見事な対応でこのプレーを阻止、フォースダウンに追い込みます。ここで負傷者が発生しているためレフェリータイムアウトが入ります。素晴らしいタックルをしましたのは広島大学58番の荒牧、素晴らしいタックルを見せています。フォースダウン残り1ヤードです。試合再開となります。山口大学フォースダウン2パンプフォーメーション、さあ広島大リターンに入る。しかしこれはカバーよく広島大学自陣28ヤード付近でアウトバーンズ、この位置での攻守交代となります。ファンタ75番生竹選手の担当、広島大学リターン31番辻村選手のリターン攻守交代して、攻撃権変わりまして広島大学に攻撃権は移ります。さあ広島大今度はものにすることができるでしょうか。自陣28ヤードからの攻撃です。広島大学ファーストダウン10。さあまずランプレーから入ります。
ランニング枠1番ハンドオフを託されまして右オープンを展開、約5ヤードのゲイン。吉村選手オープンを突きました。ここで負傷者が発生しているためレフェリータイムアウトが入ります。セカンドダウン残り5ヤードです。ランニング枠1番は吉村、恵那高校出身の3回生。試合再開です。広島大学セカンドダウン5。パス不成功。ここでクォーターバック7番手前側にいましたワイドレシーバー92番にパスを投じましたが92番これをキャッチできずパス不成功となりサードダウンに変わります。サードダウン残り5ヤードです。広島大学サードダウン5、ボールオンアジレイン34ヤード。さあ中央へ固めた。パス不成功。ここでランプレーをフェイクにしてパスを投じました。ターゲット13番しかしこれをキャッチできずパス不成功でフォースダウンに変わります。クォーターバック7番丸山選手からワイドレシーバー13番矢部選手へのパスは不成功です。フォースダウン残り5ヤードです。広島大学フォースダウン5パントフォーメーションを選択します。このパントは山口大学陣45ヤード付近でボールが止まりましてこの位置で攻守交代となります。攻撃権変わりまして山口大学の攻撃に移ります。攻守交代して山口大学自陣44ヤード付近からファーストダウンです。山口大学自陣44ヤードからファーストダウン10。さあ中央へのランプレー、 I フォーメーションから中央へのブラストプレーを展開しました。キャリア99番密集点を突くように約3ヤードのゲインです。山口大学ランニングバック99番ウコン選手中央を突きました。ランニングバック99番はウコン、山口高校出身の2回生。セカンドダウン残り、ここで負傷者が発生しているためレフリータイムアウトが入ります。試合再開です。山口大学セカンドダウン7。
さあここでフルバックのダイブプレーを展開しました。ブロッカータイプの選手に中央突破を図らせましたが、ゲインは約1ヤードにとどまっています。山口大学ランニングバック81番ランニングバック81番は山下、豊富高校出身の4回生。サードダウン残り7ヤードです。山口大学サードダウン6、ボールオンは自陣47ヤード。ファースト、ここで山口大学はドラをプレー、パスに見せかけたランプレーを展開しました。託されましたランニングバック99番、見事に攻撃権更新を果たし、山口大学ファーストダウン10。ここで負傷者が発生しているためレフェリータイムアウトが入ります。45ヤードですが、ファーストダウン残り10ヤードです。素晴らしいランで攻撃権更新を果たしましたのは山口大学99番のウコン、山口高校出身の2回生です。試合再開です。山口大学相手陣45ヤードからファーストダウン10。ここでホイッスル、クォーター第3クォーターは終了です。ここで第3クォーター終了です。第3クォーター終わりまして、山口大学20点、広島大学17点、山口大3点リードで最終クォーター第4クォーターに移ります。